要はね、24時間のうち、食事の置いてる時間を、何時間かな、男の子だから8時間、男の子はね、女の子は10時間、ある時間ね、はい、そうすると、水だけの時間、16時間、はい、こういう水だけの時間、はい、を作ってほしい。で今は24時間あるじゃないですか、ええ、だからとりあえずない時間、水だけの時間をまず1時間作る、2時間作る、4時間作る、8時間作る、12、16と徐々にもしやれればね。で、8時間はある時間、それからその流動食もその時間にや、その時間内にやるわけ。まあだから、うん、だけどこの、まあ、10時間でもいいですよ、8時間から10時間ぐらい、流動食やる時間と、あ、食事が置いてある時間、要は水だけの時間を作ってほしいんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、12時間以上ね、お水だけ、ご飯食べない時間が続くと、もう大体溶かせたら湯を蓋しといて、で、やることやってきて、なんだっけ、12時間以上食べない時間を作ると体が飢餓状態になるんですよね。ハムスターも人間もそうですけど、体が飢餓状態になると何が起きるかっていうと、体の各機能を落とさないようにするために血液循環が良くなる、血の巡りが良くなる。そうすると各機能が、各体の機能が高まると。それからと老化、まあ、私も老化してるんですけど、老化ってね、まあ、するじゃないですか、どうしたって、はい、でもね、慢性炎症があると余計老化が進むんですよ、うん、炎症ね。だけどプチ断食すると、さっき言ったように血流が良くなりますよね。血流が良くなるとね、炎症は抑えられる。そうすると慢性炎症も抑えられる、うん、そうするとアンチエイジングになると、そういうメカニズム。アンチエイジングだけじゃなくて、あとは血流も良くなるとかね、脳への血流が良くなって、うつが改善するとか、まあ、頭が良くなるとか、まあ、心臓、肝臓、腎臓、いろんな体の機能が高まると思うんで、やる価値はあるかなと。ただし、今まで24時間置いてある子、いきなりさ、16時間なしにしちゃうとかわいそうだから。多分、寂しい顔してこっちに。そうそうそう。だから、徐々にね。で、だってさ、まあ、ゴールデンが野生はいないけどさ、野生の動物たちってさ、24時間は絶対ないですよね。一瞬あって、その時にガーッと食べて、あとは、まあ、水飲むぐらい休んでますよね。まあそれは、まあ、野生がいいとは限らないんだけど、まあ、でも飼育家だと野生動物って基盤の子いないですよね。あ、大抵中肉中背か、餌と取れなくて痩せるからですよね。でも飼育家の子たちは、まあ、中肉中背の子もいるけど、痩せてる子もいるけど、太ってる子も結構いるんですけどね。飽食なんですよ、うん、だからない時間を作ってやる。だからこれ続けなきゃダメ、時間を1日24時間あるうちの、ね、ここからここまで8時間は食べる時間と、何、食事がある時間と、ここからここはない、続けて8時間、続けて、まあ、16時間もしくは10時間、そうすると続けて16か14時間お水だけの時間を作ると。だからちょっと人のその人の生活サイクルがあるから、そこを何とかやりやすい時間帯を決めてやるといいかなと思いますけど、まあ、やれんかったらその無理にやらんでもいいんだけど、でもまあ例えば4時間でもさ、水だけの時間ができると多少はいいかもしれない。でもやっぱり10時間から12時間こさ、体は飢餓状態にはならないからさ、ええ、4時間だけでは。だからそれもね、治療だと思います。だから要は血流を良くするってことは、今やってるのも、はい、抗戦症者も血流を良くすることですね。ブラッシングやりましょうってお願いしてるのも血流を良くする、はい、だから血流を良くすると体の炎症収まるだけじゃなくて、まあ、いろんな体にいいことがあるから、あ、それでなんですね。今、まあ、ハムスター夜行性で夜動いてるじゃないですか、うん、だから夜もご飯持ってた方がいいよね、はい、でも流動食とかお薬は日中になっちゃうので。ああ、そういうことか。そこのバランスを、そう、今って何回やってましたっけ、流動食とお薬をセットで3回、はい、そうすると朝1回、夕方1回、夜1回。なるほどね。そうするとどういうふうがいい。そうすると朝1回で夕方1回で、はい、その間が多分10時間は作れると思う。じゃあそこでさ、10時間か12時間作ってもらえればいいかなと思いますね。その間はあれですかね、ケージの中の
ご飯、うん、夜ためたケージの中のご飯一回朝抜いちゃうんですけど、うん、でそこでもう入れないで、そう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 、でケージの中のご飯も取って水だけにしておいて、そういうことですよ。だからここに保護袋に溜めてるとさ、それどっかに出してまた食べてますもんね。ええ、あのこれ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 食べて、うん、だからそれをちょっとない時間を作った方がいいですね。タンパク質とかもよけてた方がいいですか。うん、もう本当に水だけ、水だけじゃないとかわいそうな顔がかわいそうだけどねなあ、あの無理だったら無理はしなくていいんですけど、ね、うん、でもやれそうだったらやると効果はあるかな。まあ1日やったからそう変わらないですよ。でもこれが1週間2週間続くとちょっと体に変化は来たす可能性はありますね。朝11時ぐらいと夕方の4時ぐらいに1回ゼリーと水分補給しに出てくるんですよ、すから。なるほど。そこでもしゼリーがないと多分こっちの方は悲しい目で見つめてないね。はい、じゃあそちらの、はい、これは殴り書きで申し訳ないですけど、まあ後で捨てといてください。それとあと蓋いいですか。はい、じゃあ止めます。